クローザーの三者凡退率。こちら12球団クローザー三者凡退率、オスナが1位、平野選手が最下位となっております。吉安明は優秀な抑えだな、よくこれで務まるよな。アンチオッズ4本率なら圧勝だから、最後の1点差を守れば家庭はどうでもええねん。アホチン悪くないやん、なんであんな黒い成績なんや。安明って毎回ランナー出してるイメージやけど、かなり数字ええやん。なお平野の防御率は 1.27。 大丸って割とピンチ作ってるよな。アンチオッズ9回を盛り上げる演出だから、安明のわざと三者凡退しないから。田口は盛り上げようとして点取られるから嫌い。田口は3人で抑えるイメージないけど、なぜか失点は少ない。平野去年まで指標良かったけど、今年防御率意外壊滅してるわ。矢崎は完全に中崎の系譜やわ。セーブ失敗さえしなければ何しても良いと思ってる。クリーザーは被弾がなければいいのよ。ホークスって補強全部成功してるのになんで勝てないんだろう。連機ってガチで補強部分だけは成功してるよな。的確な補強さえしているのになぜ勝てない元ブレナだけ。抑えるときはきっちり抑えてたから、こんな前半戦終了まで延命してたんだろ安明。ランナーで総が失点しようは9割以上救援成功するなら文句はないんよ。抑えるときは三者凡退だが、打たれるときはとことん打たれるアホチン。三者凡退は少ないが、逆転されることはほとんどないみくだし。ご視聴ありがとうございました。